はい、アメリカの不動産を買うのに、見ておきたい、2つの、重要なポイントというのがですね、1つはキャッシュフロー、それからもう1つは物件投機と言われているアプリシエーション、まあ、英語ではアプリシエーションと言いますけれども、この2つになります。で、まあ、アメリカの方でですね、まあ、賢いというか、常に不動産投資をしているインベスターと言われている人たちというのは、大体このキャッシュフローを、最初に狙って、物件を購入するんですね。で、まあ、アプリシエーションといわれる物件投機というのは、まあ、アメリカの物件とは大体どこの物件でも必ず、長年、所有していれば、必ず物件の価値は上がっていきますので、アプリシエーションというのは必ずついてくるものという解釈をしていただいて間違いではないと思うんですね。ただ、キャッシュフローというところで、やっぱりキャッシュフローが、皆さんの収入を上げていくものになりますので、毎月の収入を上げていく、理由となりますので、物件を買うときはまず、キャッシュフローがきちんと出るかどうか、こちらを、確認することがまず大切です。で、アプリシエーションというのは後からついてきますので、まあ、アプリシエーションがついたときには、その物件を売ろうかとか、もう一軒買おうかとかっていうオプションが増えていきますので、こちらも非常に大きな利益として見ていきたいポイントではあるんですけれども、やはり収入を伸ばしていくという点においては、キャッシュフローが一番キングというアメリカでも言われておりますので、キャッシュフロー物件をいくつもいくつも持つこと、こちらが最終的なゴールになるかと思います。でも、アメリカではいろんなエリアによって異なりますけれども、キャッシュフローが非常に高いエリア、それから物件投機率が非常に高いエリアというのがありまして、まあ、コーストサイドと言われているアメリカの両サイドの、まあ、海際のエリアというのはアプリシエーションが非常に高いですが、キャッシュフローは低いです。ですが、まあ、キャッシュフローを最初からあるものを買っていけば、そのうちのアプリシエーションも大きいということが分かりますし、ユナイテッドステイツのこの中の方ですね、ミッドウェストと言われているエリアは、だいたいキャッシュフローが定期的に高いですけれども、アプリシエーションのは低いですが、もちろんあります。ということで、まあ、キャッシュフローと、アプリシエーション、どのようにして見たらいいのか、どういう基準で物件を選んだらいいのかと迷った時には、まずはキャッシュフローのある物件を選んでください。キャッシュフローがあるということは、物件の価値っていうのは上がったり下がったり、もちろん経済でしますけれども、そういった上がったり下がったりにキャッシュフローっていうのはそこまで左右されることがないんですね。まあ、空室が続いたりした場合はちょっと異なりますけれども、常に家賃も上がっていくというユナイテッドステイツの特徴がありますので、まずはキャッシュフローがきちんと出ていること、それからその後のアプリシエーションというのは待っていれば必ずついてきますので、まあ、その状態を見て転売するときには、その今の状態で自分の物件の価値がどうなっているのかなというのは見る必要はありますけれども、まあ、これはボーナスとしてついてくるというふうに思ってください。なので、最初からアプリシエーションを狙って購入するというのは、もうかなりのプロフェッショナルなインベスターのやり方ですので、とりあえずはまずはキャッシュフローと、常にキャッシュフローはキングだということを頭に置いておくと、物件の選択も簡単になるのではないかなと思います。